拍手でお送りください。頑張って。ということで、このシルバートレイ輝いておりますけれども、横浜元町の老舗宝田商店さんに制作いただきました。今年はこの栄光のシルバートレイにどなたのどのチームの名前が刻まれるのか、とっても楽しみです。 さあ、それではここでレースのルールを説明させていただきます。梶会長と一緒に説明してまいります。もう選手の皆様ある程度お分かりかと思いますが、後ろで見てらっしゃる方、横で見てらっしゃる方、何そのウェイターズレースってどんなものと思われる方、ちょっとルール説明しますので、ぜひ聞いてくださいね。まずは、トレイにボトル1本と水の入ったグラス3個を乗せて走ってください。 レースはすべてタイムトライアル形式です。走っても歩いても構いませんが、ぜひ最後までゴールまでたどり着いてください。走行中、トレイは必ず片手で持ってください。そして走行中にボトルを落としてて割れてしまった場合は即失格です。割れなければ拾ってレースを続行できます。グラス内の水が こぼれてしまっても、そのままレースを続行できます。トレイにグラス3個、ボトルが立っている状態で走行してください。ゴールの時、グラス3個、ボトル1本が揃っていない場合は失格です。トレイを持っていない片方の手でグラス、やボトルを押さえながらの走行は禁止となります。押さえないでください。 そして、レース開始予定時刻5分前にスタート集合場所に集合してください。遅れた場合は危険とみなされます。5分前行動でお願いします。各参加所の走行距離は片道150メートルの往復300メートルとなります。折り返し地点の弧を回り、スタート地点に戻ってきてゴールとなります。参加者のうち 予選タイムの早い順に、予選タイムの早い順にレースへと進むことができます。そして続いて団体戦、こちらは1チーム5人の編成です。5人のうち1人は必ず、1人以上は必ず女性の方参加してください。1人当たりの走行距離は片道150メートルの往復300メートル。走行者の交代は テーブルに一旦トレイを置いて、グラスの水が規定の値まで、規定の位置までない場合は、水を継ぎ足すか、新しいグラスと差し替えます。次の走者はテーブルからトレイを持ち上げてスタートします。この時の作業は5人で協力し合って構いません。そしてここからがまた重要ですよ。 それぞれ個人戦優勝者には賞金5万円、団体戦優勝チームには賞金10万円、それぞれ先ほど返還されましたシルバートレイを進呈いたしますということで、昨年より賞金アップいたしました。プチ拍手。はい、よかったです。 各参加者の皆さんは受付時に配布した絶景を体の前の方に見えやすい位置につけてください。ご案内のレース時間の5分前にお名前お呼びします。運営本部前にお集まりください。ということで、梶会長ありがとうございました。お手本を見せていただきつつね、レース中も詳しく梶会長からいろいろアナウンスがあるかと思いますので、ぜひ耳の方もこちらに向けてレースの方を挑んでいただきたいと思います。さあ、それでは皆さん、ここで ウォーミングアップを兼ねてラジオ体操大事。これアキレス腱切ったりとかしたら大変ですから、ここで皆さんよく動かしておいてくださいね。ということで、今回のお手本はですね、横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ、佐野さん、梅本さん、お二方ステージの方にお願いします。佐野さん、梅本さん、はい、どうぞどうぞ選ばれましたね。はい、どうぞ2人でね。はい、 じゃあ私こっちに移動しましょうね。はい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 。それではラジオ体操第一、よろしくお願いします。ラジオ体操第一。手を前から上に上げて、背伸びの運動から。はい。1。
ということで、では私たちあちらの実況ブースの方に移動したいと思います。このあと、まず個人総合のレースが12時30分、第1レース予定しております。出場選手の皆さんは5分前行動で、所定の位置にお集まりいただきたいと思います。では皆さん、頑張るぞ、Oで行きましょうね。行きますよ。